やっちゃう、やっちゃう、コーラ、しかもさ、ちょっと待って待って、うん、本当にもう何なの？暗いのいいと、そう、髪の毛暗くしたんだよ。なんか何日かぶりですよね、ショールーム。喉はね、もう大丈夫だよ。久しぶりにショールーム知ってね、あ、アトンブ捨てた今、どんまい、切り抜きで、切り抜きでバニー見てきましたってキリヌキ勢の方だ。そうでね、ショールームをちょっと今日はしようと思って今こうやってしてるんですけど、どうですか髪の毛つなぎ方下手くそ。でもさ、なんかマジでめっちゃストレートだね。似合ってるの？これって。これって似合ってるの？なんかさ、うるさいな本当にあの人は。マジでうるさい。大人っぽいんじゃないだって。やば、今のキモすぎる。似合ってる？それはさ、嘘で言ってんの、それとも本当に言ってんの？なんかさ、好評で嬉しいね。ガチで似合ってる？嬉しい気持ちいい、嬉しい。今日のさ、恥ずかしい話聞いてほしい。今日あった、めちゃめちゃ恥ずかしいお話を聞いてほしいんだけど、その前に明日はチーム系公演です。なんか久しぶりな気がするな。いつぶりだろう。12月4日を最後に出てない？へえ、そんなことある？あ、じゃあ1月7日だ。1月7日だから 1,2,3 3週間ぶりくらいですかね。だよね、1月7日ぶりにチーム系公演なんですが、ね、
ょっと忘れてそうで怖いのでちゃんとあれします。で、聞いてほしいことがあるんですけど、黒髪似合ってる、グラビアができそうな素晴らしさ、グラビアしてほしいだけやんけ。それで、あのね、今日あった恥ずかしい出来事は、あの、電車なんかさ、知ってる755見た方は知ってるかもしれない、ね、とかなんか自分眉毛めっちゃ綺麗じゃない、やっぱ眉毛サロン行ったからかな、人生初眉毛サロン行ったからかな、でね、じゃあさ、ようやく内容早く話してよって言っちゃったごめん、あのねなんかね、電車乗ってたんですよ今日。でそれでなんか次の駅で降りないといけなくて、次の駅私立ってたのね、座ってなくて立ってたので、携帯触ってて立ってね、なんか、あ、次の駅で降りなきゃ、次の駅で降りることはちゃんと知ってたんだけど、めっちゃいい匂い、どうしよう、しかもサラサラ、ほらほら、わかるかな、サラサラ。それでね、なんか次の駅で降りるってなって、で次は何々駅何々駅っていうじゃないですか。でそれでね、お、じゃあそろそろついもう着くからドアの前行こうと思って、ドアの前行ってね、なんかすごいドアの前でなんかに行ったのね。そしたらピロリンピロリンって言って、反対のね、私の後ろからドアが開く音が聞こえて、えみたいな、あれやばい恥ずかしいと思って、私さ、すごいさ、堂々とさ、こっちのドアが開くと思ってさ、ドアの前にさ立ったのにさ、なんか後ろからドアが開く音が聞こえて、やばい恥ずかしいと思ったんだけど、すごいすかして、なんか何事もなかったかのようになんかカッコつけてさ降りたんだけどさ、めっちゃ恥ずかしかった。いや、アナウンスとかあったよ、あったんだけど聞いてなかった、多分その携帯に集中しすぎちゃって聞いてなくて。でもなんかさ、背景、その何、電車のさ、その背景、なんかどっちも降りれそうな感じだったの、背景が、背景ってのか知らないけど、どっちも降りれそうな背景してたの、この側面の背景が。だから行けるとなんかこっちだと思ったら全然違くて、ああもうね、それでね、あれその降りた後ずっと考えてた、やばいめっちゃ今懐かしい、やばい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 ってずっと、まあでももうこの人たちに会うことないだろうから、まあいっかとか言って、そこは通り過ごした、乗り過ごしたんですけど、ちょっと恥ずかしいよねっていう話なんですよ。恥ずかしくてもうやばい、ちょっと気にしすぎだよね、分かってるんだけどさ。どっちもホームにつながってた、そう、なんかホーム背景だった、間違えて降りてもう一度乗ることもよくある。あ、私それあんまない、一回ぐらい今年まだ一回ぐらい、今年はちょっとバカだけど、肩に、あ、扉に挟まれるようにしようだって、確かにそれは面白い。これ黒
暗髪も可愛いですねだって。やった、痴漢じゃなくて安心だって。てかさ、今の時代痴漢する人って本当にいるのかな。ひな子って相手とは座るタイプじゃないの。うん、なんか時と場合によります。降りようと思ってて降りなかった時の方が気まずい。そんなことある、気まずすぎない。でも最近よくあるのは、着いたのに気づかなくて扉が閉まり、なんて言うんだろうな、着いて5秒ぐらい経ったら気づいて出ることなら、だからちょっと恥ずかしいんです。ネイルも変えた、ネイル変えてないよ、だってまだ全然伸びてないんだ。だいぶ目を男にやられたことある。時代はあんまり関係ないんじゃないかなって、ごめんなさい、正論言われちゃった。ひな子美人だから黒髪の方が似合うよねって嬉しい、嬉しいけど似合いますか本当に。でも私ね、人生で一回はハイトーンとかねしてみたいんだけど本当はね。でもまあ今はいいです。制服だと狙われやすいって言います。え、なんで JK が好きみたいな、 JK の制服姿が好きみたいな。チェックの人におしゃれね、かわいいでしょ。混んでる時にされたらピンチ。え、それやばいね。でも最近車両内にカメラあるんだって。じゃあできないね、痴漢とか。どんまいみんな。混んでる時に、間違えた、さようなら。最近小さい高級ないなり寿司食べた。最近食べてないな。なんかそのスーパーにね一回もなくなっちゃったの最近。ひなちゃんが一番好きな肉の部位は、だって私肉の部位とか詳しくないんですよね。なんか脂身がないやつが好き。ピーナッツ好きな子の色、あれすごいピンク。そりゃ髪の色はこんな感じです、って言っても配信だからわかんないよね。ハイトーンすると目立つから変装しなきゃって。確かに目立っちゃうね。受験生が狙われてたらしいよって。やば、そんな人いんの。しないから安心しろだって。本当か、本当か。高級稲荷の切り抜きました。待って、何その切り抜き。だからさ、私本当見ないんだよ、自分の切り抜き見ないんだけどさ、何があるの怖いんだけど。やだ、高級稲荷の切り抜きって何何それやだ。そう、インスタの質問ね、あれね、ちょっともね返そうと思って忘れてるんだよね。いつも恵方巻きは食べますか、だって。食べるよ、お稲荷神器ってやばい。お稲荷神器は草っていうコメントやばい、めっちゃ面白い。お稲荷神器は草ってコメントめっちゃ面白い。やばい、やばいかも、今年一面白いかもしれない。
お稲荷は裏返すと色白。いや確かに、だって稲荷寿司ってご飯入ってるから、ね、ご飯白いもんね。うん、何の話してるの。え、私のおすすめのいなり寿司の話。なんかスーパーにあるんですよ。でそのスーパーのね、名前がマジで覚えてなくて、ちょっと本当にみんなに教えたいんだよな。でもすっごいね、高級なの多分。うん、じゃイオンとかじゃないんだ。本当にそのスーパーに、そのスーパー教えたらでもさ、みんな行くでしょどうせ。そのスーパーでも教えたいな。めっちゃ教えたいな。うん、なんかね、なえワンちゃん、そうなんか調べたら出てくるかなって思ったんだけど、なんかね、えそだからでもさ、私がさそれ教えたらさ、みんなさ買い占めちゃうでしょ。スーパー、おわかった、スーパーの名前なんだと思う。めっちゃうるさいよね、ごめんね。なんだと思う。わかった、ここだ。でもそのスーパーにあるの、私のこの行ってる高級いなり寿司が。めっちゃ美味しいのよ。多分都内にしかないんじゃない。ちょっと調べてみようか。でもさ、そのさスーパーの名前を言ってさ、なんかどこにあるんだろうねこのスーパーって。あ、ちょっとやばいかもな。でもあーでもはいはいはい、でもそのスーパー私最近行ってないんですけど、ちょっと遠いからね。ちょっと遠いし別に近くないしとか言っとかないと。明治屋らしいよ。明治屋、多分明治屋っていうスーパーなんですけど、え、明治屋って読みますよね。明治屋ってありますよね。あー、明治屋、明治屋ってありますよね。明治屋、明治屋。ほんとうるさいなあの人。明治屋いろんなとこにあるでしょ多分。でそこをね、ちょっとね最近は行ってないんだけど、そこにじゃあもしちょっと行く機会があったらちょっと行ってみてほしくて、なんかそんなで探してほしいの、高級いなり寿司を。本当にあるから。なんか、あ、これがひなこの言ってたやつかってなるから絶対。うん。
パクッと一口でいけるね。まあ一口でいける人もいると思います。私は二口で食べてますけど、なんかどんなの、なんかね、こんなね細長い入れ物に高級お稲荷さんが何個か入ってる。そう、ひなこのお稲荷さんがあるの。明治屋にひなこのお稲荷さんがある。それがめっちゃ美味しいです。だからおすすめ。でも食べてほしい本当に。なんかだってさ、じゃああんまりその、いやなんか難しい、見た方が早いね。お願いします皆さん、ちょっと明治屋っていうスーパーに行って、私が言ってるね、私のお稲荷さんを探してきてください。本当に美味しいの。最近食べてないけど、そう、え、これ、え、本当にちょっと探したら報告してほしいな。もしかしてこれって言ってさ、写真送ってきてほしいレベルで。ちょっとぜひ、切り抜きから来ましただって、はあ、切り抜き来た、ありがとうございます。変なのしかないもんね。いや本当にあるから、ちょっと探してほしいな。お稲荷さんの写真ね。あ、お稲荷さんの写真だよ、分かってる。店内で写真大丈夫か。あ、ちょ、あ、そっか、じゃあ買ってみたら。え、違う違う、え、どういうことどういうこと。だからお稲荷さん、そのひなこのお稲荷さんを送ってください。その稲荷寿司を送るんだよ。写真撮って送ってっていうのは、その食べ物の、うんうん、だからすごく美味しいから食べてこれ合ってるかなって写真送ってきてください。その食べ物のね。だからそれを見て私は、あ、合ってるわってちょっと思うから、あ、合ってるとか、いやこれじゃないんだけどなとかすごい判断するから、送ってきてほしいです。うんうん、ぜひお願いします。はい、待ってるので私。はい、え、え、うちのおじいちゃんのはダメ。え、どういうこと。あ、うちのおじいちゃんが作った稲荷寿司ってことですか。違います、違います、それはダメダメ。ねえやだ、何これ、何これ、何なの、何なの、みんな何、どういうこと。ちょっと私配信本当にしない方がいい気がしてきた。うん、え、なんでさ、え、な、何が、なんで、どういうこと。私のおすすめのさ食べ物教えただけだよ。だからそれ食べて感想教えてほしいんですよね。お、めっちゃなんかみんなにとってそれは美味しいのかっていう、感想教えてほしいんですよ。私はめっちゃ大好きなんですよね、それ。最近食べてないけどね。だからちょっとみんなの感想でもめっちゃ美味しいよ。なんか全てが美味しい。高級なんだけど、まあ、ちっちゃいんだけどね、こんくらい、うーん、こんくらい。そう、
んぐらいね、こんぐらいのやつみんな探してほしい。こんぐらいのやつが何個もあるから。でめっちゃ美味しいよ、おすすめすぎる。味がめっちゃ美味しい本当に。明治屋で探してみてください。髪真っ黒だって。そうだよ、髪真っ黒でしたの。どうどう、似合ってる、それとも似合ってない。似合ってるって。ありがとうみんな。でも似合ってないって思ったら正直に言ってね。そしたら、そしたら、うん、まあ何もしないけど。正直に言ってめっちゃ似合ってるって。やった。染めたてだよ。ちなみにね。おでこ中心に可愛いってどういうこと？ちなみに前髪作る予定は、ちょっと今のとこないんですけど、みんな的には作ってほしいんだよね。分かってるよ。ひやこ顔面偏差値高いから顔ね、嬉しい嬉しい。明日公演だね、練習しないといけないね。教授に見せるの楽しみだって。あ、そうだ、教授か髪の毛暗くしました。どうですか？明日の髪型の予定は出た出た、やだ。今回は黒さが長持ちするといいんだなってね。長持ちしてほしい。おでこ出してるのとか前髪斜めに流してるのとか好きですって、ね、嬉しい。じゃあ一生これでいきますね。一生は嘘だけど。イケメン同級生に見られるのが悔しいって、誰のこと言ってるんですか？イケメン同級生誰だ？しばらく黒で行く。だって私黒の方が落ち着くんですよね。みんなはどうなの？明日の髪型はね、あの私すごい考えてたんですけど、明日の髪型さ、あの私あの眉毛サロン行ったよ、ちょっと前に10日くらい前に行ったよ。あの明日の髪型なんですけど、ちょっとなんか私いつも巻き下ろしなんですね。七瀬がひなこ二十歳になったら YouTube 撮りたいって。え、もちろん撮る。七瀬ねえやだ、なんなのみんな。いや私明日の髪型、そうあのね、いつも巻き下ろしなんですよ私って。髪型いつも巻き下ろしなんだけど、明日の髪型はあの今のところだと巻き下ろしでいきたいと思います。いやそのね、私いつも同じ髪型だからなんか
変えた方がいいってねよく言われるんですよ、メンバーとかにね。なんでいつも一緒なのみたいな言われるんだけどさ、似合わないんだもん他の髪が。だってさ、いやてか前髪長すぎない？前髪長すぎない？私こんな前髪伸びてたんだね。だってもう1年半くらい伸ばしてるからね。ポニーテールとかできる長さじゃないんじゃない？全然できたわ。できたけどちょっと似合わない。いやなんかもうちょっと長くしてからにしたい。だったらなんかそうポニーテールとか今度するねって言ったんだけどさ、ちょっとね、ちょっとやっぱり私には巻き下ろししか似合う、ね、巻き下ろしも別に似合ってるわけじゃないんだけどさ、巻き下ろしになっちゃうんだよね。なんかもっと挑戦したいんだけどね本当は。でもさ前髪パッツンだったらさ、前髪パッツンの時はねたくさんいろんなのしてたんだけど、前髪がないとね結構ね大変なんだよね。サイリウムカラーって赤とピンクでオッケーだった。オッケーです。明日見に来る方もいるのかな。でもさパッツンにしたらさ、なんか探しにくくなっちゃうでしょ。おでこは誰に？なんかめっちゃ出てない？ほら、なんだろうねこのおでこ。脳みそが大きいん。なあ普段か変なことしか考えてないから、変なことしか考えてないからおでこ出っ張ってんだ。今は10時44分です。なんか最近変なイメージついてしてる。やばい、読んじゃった。ついてないよ。切り抜きイメージですか。でもショールームもいいところには出ないんだって。どうでしょう。寒さ対策はしてないです。何もマフラー買ったのにマフラーつけてないです。手袋も持ってるのについてないです。ヒートテックもなんか服とかちょっといろいろ分厚くなっちゃうからちょっとめんどくなって着てないです。
明日の公演はひなこを見に行くのですが、右おわ左どっちにいた方がいい？でもどっちも行くからな。どっちも行くんだよね。どっちも行くよ。同じくらい。コートは着てるけどさすがに。記念日見てからショールーム見に来ましたって。ありがとうございます。なんかよくわかんない切り抜きですよね、きっと。変な切り抜きですよね。さあ自己紹介の時は閉まって、明日は2回公演だよ。お稲荷さんの話ですかね。自分の切り抜き怖い、見たくないもん。だって変なこと言ってるでしょ。自分の切り抜きってさ、なんか流れてきたことはあるんだけど、さすがにちょっと怖いなっていう。怖くないですか。ちょっとさすがに変、なんかやばそうな虫しかなさそうだから、なんかさ自分で見た時にさ恥ずかしくなって、なんかすごいどうしようってなりそう。そう、早起きなの明日。切り抜きってひなこが作ってんの？いや、ひなこが作ってたらだいぶやばいでしょ。ひなこじゃないよ。私も誰が作ってるかわかんない。明日の昼行くだって。待ったよね。そう、自作自演だったらやばくないか。さすがにやばい。やばくないか。あ、やばい。そろそろ切り抜き用の挨拶使わないと。そんなに切り抜かれてるの？やだ。そんな変なこと言ったかな私。いや、自作自演だったらすごすぎない？こうやってさ、ちょっとさ頭おかしいこと言ってさ、なんかうんここいいねってさ自分で見てさ編集してさ自分でなんかあげるのやばくない？そんな、そんな言ってるかな。毎回切り抜かれてるよっていい。え、私がさ知ってる切り抜きはね、サンタコスのやつと、あとバニーのやつと、そのみんなが言ってるから知ったんだけど、お稲荷さんってやつと、このでも見てはないの。そのさ乗ってるのは知ってる。そういう切り抜きがあるっていうのは知ってる。じゃあ見たくない。見たくなくない？だって自分の、やだ怖いよ。
ヒートテックのやつ、ヒートテックのやつって何？教授の話って何？奥原大臣の話って何？えー、毎回切り抜か、じゃあ今日もさ切り抜かれるの私って、え、今日変なこと言ってないよね別に。え、今日は何、じゃあ今日切り抜かれるとしたらどのこと、どの場面が切り抜かれるの？その変なこと言ってないよね。ないよね。言ってないよね。切り抜かれる？今日も。な、その配信さやんない方がいいんじゃない？私なんかやばいやん、だってねえ言ってることやばいやん。いや切り抜かれたくないとか思ってないですよ。だって切り抜きでこうやってね増えてるからね、見に来てくださる方。バンされてないからしょうがない。そんなバンされるようなこと言ってないよ。言ってないよ。配信してくれ、たまらんって変態が言うやつじゃないか。見に来てくれる人増えたよ。ショールームって言葉ではバンされないんじゃない？言葉ではね。あ、アクターズの話、何か話したっけ。言ってショールーム学校の友達配信見ないのって、見ない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 。で普通見られたらやばいしね、恥ずかしいしね。いい意味でアクターズっぽくなくてね、わかる、私もアクターズっぽくないよね。教授見てる？じゃあ教授たちに、教授見てる？教授見てる？私の教授。じゃあさ、教授って言うけどさ、教授なんて何人もいるからね、本当に。教授見てる？そこで、あ、俺のことかなっていう自意識過剰の教授がいるかもしれないね。うん。教授、教授、あさってテストなのね。
教授に会っちゃうよ。教授、テストあるよ。でも来週月曜日でやっと終わり。今1年生です。もうバーミンを大学に送って話します。ああ、そんなこともあったね。教授、1年生なんですね。友達100人できましたか。だってできるわけないじゃないですか。友達3人です。いつも一緒にいる子3人です。3人お友達です。ね、狭く深くの方がいいでしょ。だってね、じゃあそろそろランキング見ようかな。で、嬉しい、今日もたくさん目にしてくださって。いっぱい友達いたら単位は取りやすくなるかもしれんけど。え、そんなん言われたら焦るやん。3人しかいないよ。雨降ってますか。あの人元気、わかんない、どうなんだろう、元気なのかな。雨降ってますか。あの人どうしてんだろうね。今雨降ってますか。あの人どうしてんだろうね。なんか曲がってる。13位くまさん、ありがとうございます。12位ネスカフェさん、ありがとうございます。11位ボムさん、ありがとうございます。10位カッチャとマクヒノコイシさん、ありがとうございます。9位君が落とした眉毛さん、ありがとうございます。8位おお、8位ひろゆきりん、切り抜き会見ました、かっこ見ないけど、さんありがとうございます。見ないかーい。7位ひなこの尻に敷かれたい、物理的に、さんありがとうございます。私の尻に敷かれたいんですか。それ結構痛いですよ。なんか字変わったからもう一回もね。13位ネスカフェさん、ありがとうございます。12位ムムさん、ありがとうございます。11位ポムさん、ありがとうございます。10位カッチャーとマクヒノコシさん、ありがとうございます。9位ひろゆきのアトマーク、急に近いきましたがコミナイテルさん、ありがとうございます。で8位はひなこのお尻に敷かれたさん、ありがとうございます。7位君が渡したメイジさん、ありがとうございます。6位ダブルアトマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。5位マーボーさん、ありがとうございます。4位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。
3位にゃおこさん、ありがとうございます。2位ゆきたん、ありがとうございます。そして1位はあやちゃんでした。あやちゃんありがとうございます。あやちゃんありがとう。はい、ということで今日も配信見に来てくれてありがとうございました。明日公演頑張ります。スクショ OK、 ありがとうございました。バイバイ、またね。